お部屋のバスルームに来てます。こんなお風呂用ハーブっていうのがサービスでついてたんで、これですね。あ、すごい、バラの香りが。これをお風呂に入れてまた入りたいと思います。室内のバスルームに入ってます。これバラの入浴剤みたいなやつですけど、すごいいい香りがします。あ、温泉までは行かないですけど、結構お湯ぬるぬるしてますね。六甲の湧き水っておっしゃってましたけど温泉に近い成分が入ってると思います。この信楽焼の浴槽、すごいあったまります。お風呂からの景色もすごいです。食品酒、ブドウのジュースみたサイが来ました。タコの柔らか、昔のタコみたいです。刃物寿司。
6月やから、アジサイですかね、これは。ヤマロコシシメジャー。ああ、すごい、いい出汁。エビ食べたかゆくなるのでエビの代わりに入れてもらいました。いや本当にもうちょっとまだ早いですけど、ちょっとホタテ甘い、そうそうっていうことですね。これはアコウです。高級魚、これはシマアジ。神戸牛みたいです。神戸牛食べれるってすごいな。
そこからのローって感じの場所ですね。このコーン生でも食べれるみたいです。すごい甘い果物みたい。このコーンちょっとだけやっていう兵庫県の酒です。江戸切子純米吟醸室賀生原酒、これは淡路島の浜の浜鍋です。冷やし茶碗蒸しです。
ご飯でーす。すごいいい香り。この竹。すごいいい香りがします。仙海っていうわさび、ヤマハイ純米、室賀生原酒、兵庫県のお酒です。デザートが来ました。フルーツの盛り合わせ。六甲山の地ビールです。
つの間にか日は沈んでました。ご飯食べてる間に、フルーツみたいな香り。料理がすごい評価が良かったんで、夕食楽しみにしてました。すごい良かったです。大満足の夕食でした。ちょっとずつライトがついて夜景に変わってきてますね。もうちょっとしたら暗くなってくる。20度ぐらいかな。だいぶ涼しいです。はい、だいぶ暗くなって夜景がすごいことになってきました。まだ真っ暗ではないんですけど、もう結構すごい夜景で、手前に雲があるんですけど、雲よりこの場所高いですね、位置が。景色が、夜景がすごい。もうちょっと暗くなったらどうなるのか楽しみです。こんなとこで告白したら絶対成功するでしょうね。はい、夜景がえらいことなってます。もう一段階ぐらい暗くなると思うんでね、もうちょっと涼くなると思うんですけど、これはすごい夜景ですわ。今18度ぐらいかな。夜は多分15度ぐらいになるんちゃいますかね。夜景はすごい。もうウグイスもさっきまでちょっと泣いてた子がいたんですけども、今はウグイス寝ちゃってますね。それにしてもすごい夜景です。雲が目の前にあるけど、雲よりここ高い。もうこんな感じ。はい、真っ暗になりました。ただいまの気温は19度。もう10、ね、山の上の気温ですけど19度、だいぶ涼しいです。もうエアコンいらないです。もう真っ暗になりました。すごい夜景が。結構雲がありますね、同じ高さぐらい。すごい夜景です。
標高700メートルで。ああ。まあでも台風来たら結構大変みたいですね。土砂崩れとか風が強かったりあったりみたいで。冬場はまあそこまでびっくりするぐらい寒くはならないみたいですけど、やっぱり台風がと大雨が結構被害ね、きついの来た時あるみたいですね。でも海も見れて夜景も見れて高い標高で涼しくて、こんなとこ住んでみたいですなぁ。これだけ本当の日です。クリスマスとかに来たら良さそうですね、ここは。本当に女性を連れてきた喜びそうなお宿です。夜景見ながらゆっくり飲んで、まあ、まだ寝ませんけどね、テレビ見てゆっくりしようと思います。すいません。雲がすごくて夜景が何も見えなくなりました。風もすごいし、やっぱ雲の中に入ったらすごいですね。山の怖さを思い知らされますね。本当に雲ですごい水蒸気の、息を吸ったら水蒸気を吸ってるような感じになります。もう今日の夜景も終わりかな。外が見えないので中で飲んでます。食堂のウイスキーの山崎、夜間の方が持ってきてくれました。あ、うまい。おつまみも330円なんで3種類ぐらい買いました。やっぱり山の中なんで天候の変わるのが激しいですね。30分ぐらいで外の景色が何も見えなくなりました。このまま部屋で晩酌してテレビ見て眠くなったら寝ようかなと思ってます。まあ起きてると思いますけど、山崎は美味しいんでちょっとずつ飲みます。こんばんは。もうそろそろ寝ようかなと思ってるんですけど、寝る前にお風呂入りました。やっぱり温泉成分が結構あると思いますね、ここの六甲の湧き水のお風呂は。
お風呂入った後体ツルツルになるんで、うん、スベスベのね。だから結構な温泉成分あると思うんですけどね。温泉として届けてないかちょっとわからないんですけど、さてちょっと仮眠を取ろうと思います。有線でジャズを聴きながら仮眠を取ります。もう外はね曇ってて景色が何も見えなくなりました。まあこういう日もあるんでしょうけど、まあ一時見えてたんで、それではお疲れ様です。おやすみなさい。おはようございます。朝はこんな感じです。霧が出てます。
朝はちょっと曇ってましたけど、まあ、なんとか景色見える感じにまではなりました。まあ、遠くの方はあんまり見えないけど、ちょっとゆっくりしたらチェックアウトなんで帰ります。